はい、それでは続きやっていこうと思います。さて、引き続き、ジム集めをしているところなんですけれども、あ、いた、こんにゃろう、よし。で、この辺のプレシャスジムも全部取っていかなきゃならない。よいしょ、ここで、あとはここだね。あ、やべえ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 、よし、 OK。 で、戻る。もう少し取った方がいいかもって言いながら、どこだ、あ、ここか。でもあいつがいるな。はい、で、こいつ倒して、ネビ倒して、あー、よいしょ、 OK OK。 え、あとあだよね、まだ行ったよな。ん、あ、なんだ、ここか、よいしょ。はい、じゃあネビ倒したので、行こうと思うんですが、ちょっと一回回復していくか。お、よいしょ。いや、なんかね、実況始めるとね、なんかね、マイクちゃんとオンにしたっけみたいな、あのね、収録始めてから気になるっていうね、実況者さんあるあるかな、あるんですけど、私に関しては。よいしょ、もうずいぶん遠くまで来たぞ。あ、めっちゃいるな。よいしょ、あ、襲ってきて襲ってきて襲ってきてる、襲ってきて、あ、やばいやばい、ぶち殺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 、やばい、オッケー。で、あ、空飛んでるやつもいるのね。オッケー。オッケー。よいしょ、ちょ、一回降りるか。あといるか。飛んで、あ、いるな。よいしょ。じゃあ、あいつに。あ、いた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 。はい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 。こんなもんかな。じゃあ、ちょっと取っていきましょう、ジェムを。なんか連絡がない、通信が途絶えてるってところでもうだいぶ嫌な予感するよね。よいしょ、取る。あとは下か。お、あるじゃん、ゲッチュ。あ、ミザイ、嘘、今の声ミザイ。あ、まさか一人で通信機が反応したってことは、この近くのはず、急がなくちゃ。ちょっと待ってね、ジェムは取っていきましょう。あ、言えるな。ちょっと待って、こいつこいつやって、よいしょ。あとね、ここ、いや、仲間の命はもちろん大事だよ、でもジェムも大事なの。あ、いる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 じゃん。オッケー。お、ちょっとここ一回落ちた方がいいかな。一回落ちて、で、回復して、で、もう一回行くと。あ、ここめっちゃあるな。じゃあそろそろ行くか。そう、ね、まだね、多分余ってると思うんだけど、もういいやって思ったので行きます。さあ、あ、あるー。よいしょ、あ、見えるところはね、取っていきたいよね。 OK。 で、どこだ？お、よいしょ、 OK。 おお、ミザイ殿、ミザイ今すぐ助けるから。お前がなんて別に助けなんか呼んでねえし、クロムシでいいのか、クロムシくらい、俺一人でどうにか、ミザイなら一人でも大丈夫だって分かってる。でもお願い、ここは私に任せて隠れていて、うん、
よいしょ、待たせてごめん。あお、あ、こいつお尻か。ちょっと待って、お尻お尻。よいしょ、いただただただ。おお、お尻狙う、尻キック。オッケー、まだか。あ、まだ。オッケー、よし。あとはで全部取って敵は、あ、いるな、いました。おお、オッケー。あとは、あ、あっちにもいたな。ドーン、そう、バカ高いのが出てきた。どこ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 。あ、なんかいた、なんか花みたいなのいましたね。ちょ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 、戻んないと、戻んないと。あいつか。よいしょ、あ、あいつか。あの花どこ行った？あの花。あれ？敵、敵がどこ？敵、あれ？敵どこに行ったんだ？あれ？あ、あっちか。あ、なんか全然別のところ行っちゃった。お尻、お尻ひたすらキック、キックキック。あ、よし、よかった。すげえ、クロムシ全部倒しやがった。わ、なんだ。わあ、やべえ。ちょ、ボスクラスかしら。すげえでけえな。おお、ちょちょ、待って待って、ちょっと一回回復いかないと。何箇所かにありますね。よいしょ、ほ、いてててて、助かったのか。いやー、でかかったなあいつ。総員、機関コードを操れ。うん、よ、よう、あのな、さっきはあの水、
らしくないね。どうしたの？エブレット、お前のおかげだ。ありがとうな。それに今まで悪かった俺、変にお前のこと優しくしとくんだったと思ったでしょ。ところでミザイってバンガで一番にサイクスがうまいんだよね。今日はクロムシの邪魔が入っちゃったけど、私も採掘王を目指すよ。おいやじゃないか、採掘ならどんな相手だって負ける気しねえぜ。あー、じゃあ次は本気の勝負をしようよ。望むとこうだぜ。あー、よかった、仲良くなれたね。あ、なんて読むんだろうこれ、あの黒いに虫って書いて、なんて読むんだろう。読み方わかる人教えて。もう何あれ、スレスレに飛ぶなんて危ないじゃない。ボゴの船だ。やばいな、こりゃ波乱あるぞ。ボゴ？ドハラン？ミザイ、無駄話は後にしろ。速度上げるぞ。ドハラン。おう。ヒトハラン。あ、なんかボゴってあれか。なんかあれだな、体験版で出てきた人の名前だったような気がする、ボゴって。確か。リエッタ、ボゴ。話が見えぬぞ、ボー。突然契約不履行などと言われても、我々は常に定められた量の重力鉱石を納品している。はあ、わかりやすく説明しないとダメみたいだね。特記事項、納品において品質不合格により数量の不足が生じた場合には、オツは項の定めた追加量を再納品しなければならない。ほら、この前の納品物にこんなものが入ってたね。ああ、恐ろしい。言いがかりだ。納品時には全住民で手分けし、何工程もの確認作業を行っている。僕はそなたも受領時に確認書を発行し、ああ悪いが手違いで古い書式の発行してたらしい。よって向こう、黙って受け取ったろう。うっかりお互い様だ。バカな、拉致が開かぬ。直接中央と話させてくれ。リザ、君が総督府に直接話をできる立場じゃないのは自分自身が重々承知だろう。君たちが生き抜くために僕という仲介者が必要なんじゃないか。それにしても、あー、カビ臭いし、ぬるいし。さっきからぐだぐだ意味わかんないこと言ってるけど、どうせ石入れたのあんたでしょ、このちょびひげ野郎。見たことない顔だな、漂着民か。キトン、いいから下がれ。フィー、この娘にちょっと教えてやって、ボゴスンに逆らうことの意味を。ん？誰だこの子？ヒー！あ、強そう！あ！プレウヤ！お取り込み中失礼。ふぅ、自分で開発しておってなんだけど、想像を超えるこの性能、もはや奇跡。ということで、どうですか、ボーゴさん。この私めの生み出した奇跡の手の素早さを目の当たりにして、そうめなんたらすでにお若いでしょ、商売人としての感がぐいぐい刺激されませんか。これを量産して売り出せば、これはとんでもないことになりますよ。はっ、バカバカしい。リザ、こんなよそ者を囲う余裕があるならさ、しっかりと保証分の再納品を頼むよ。うまくいけば配給源程度で済むように口添えをするからさ。じゃあ、ビー、あ、やべ、読めなかった最後のところ、ごめんなさい。なんなのさっきのあのちょびひげ、すごい嫌なやつだったね。あー、でもあいつがいないとバンガの採掘物を市場に下ろせねえ。だからあいつはいつもああやって俺たちに偉そうな態度でむっちゃおう。くそ、このままじゃ保証金を支払う羽目になる。そうだ、今回の採掘の報酬だ。え、報酬もらっていいの？ああ、少ないけどな、台所事情が厳しいんだ。割り当てが合うだけマシだぞ。だよね。あとそれはお前と相棒の分だってリザが言ってたからな。独り占めしないで半分相棒に渡しとけよ。あ、うん。指導の分も私が与えているんだけど、まあいいや。おー、ジムもらった。ありがとうございます。500ジム、マジで。パワーアップ、プレシャスジムを使ってキトゥンのスキルをパワーアップさせることができます。プレシャスジムが溜まったら、オプションを押し、メインメニューのパワーアップを選択します。ということで、やってみましょう、早速。よいしょ、パワーアップだね。そう、なんかね、キックの力とかね、強くなったりするんですよ。格闘能力、重力能力を使わない状態での連続攻撃の強化や特殊攻撃が追加されます。重力キック。あー、これも大事やな。重力グラブ、スペシャルアタック、重力スライド、回避アクション。まあ、まずはキックだろうな。パワーアップしましょう。オッケー、もう半分以上使っちまったぜ。すまんなって。すまんなって感じだけどね。あとはあげらんないかな今のところ。そうだね、うん、オッケー、よし、じゃあパワーアップしたし、オッケー、オッケー。おい、聞いてるか。え、ごめん、聞いてなかった。何？何にせよ手持ちを大事にしろよ。このままならより厳しい状況になるのは目に見えてるからな。追加の才能品ってどうにかできないのかな。
すげえ量の重力鉱石が取れる採掘場の話を聞いたことがある。え、何それ、そこ行こうよ。単なる噂だ、本当にあるかどうか俺も知らねえんだ。とにかく自分の取り分は大事に貯めておけよ。使っちゃいました、ごめんなさい。うん、分かった、指導にもちゃんと渡してそびっておくね。はい、マップ画面、ほう、十字キーを押すかメインメニューからマップを選択するとマップが開きます。プレイ可能なミッションや会話できるキャラクターなどはマップ画面にイベントマーカーとして表示されます。イベントマーカーにカーソルを合わせると情報が表示されます。そこから丸を押すとその場所にナビゲーションをセットできます。おう、じゃあマップ見てみよう。お、ここ、今のところあれか、このマップの中だと、そうだね、これだね。結構ね、なんかミッションとか出てきてね、プレシャスジェムを稼ぐきっかけというか、そういうのがあったりするんですよね。お、近っ近っ、 OK。 はい、指導曰く、なんでしょう、指導、これ私たちの報酬だって。おー、でも親たちにまで報酬を支払うなんて、追加の才能品の件大丈夫なのか。今頃リザは頭抱えてると思うぜ。うん、実はね、未来がね、すごい採掘場があるって。ああ、それって多分金属地のことじゃないか。石碑の導きに従いし者、大いなる富を得るとか書いてあったな。なんで指導がそんなこと知ってるの。いや、怪我して動けない間暇だったからさ、リザの書庫にあった文献を勝手にいろいろと読み漁ってたんだよ。ただとんでもなく危ない場所らしいぜ。そうなんだ、私ちょっとリザと話してみようと思う。ほう、ミッションマーカー、ミッションが開始可能になるとマップにミッションマーカーが表示されます。このマーカーにアクセスすることでメインストーリーを進めることができます。ほうほう、ストーリーミッション以外にもサイドストーリーが楽しめるサイドミッションや、好成績を残せば報酬を得られるチャレンジミッションなど、街には様々なイベントがあります。これはね、無印の時にもありました、この制度はね。あれ、ちょっと待って、ちょ、あれ、マップ出てこない。あ、出てきた。ほう、街の情報、疫病神と災難と、で、これがメインストーリーだね。そうね、ストーリーミッション、まあ、何箇所かお話聞くところあるみたいだし。あ、サイドミッション、夢見る天使人形、あー、じゃあサイドミッションとかも超やりたいわ。あー、どうしようかな、どうしようかな。まあ、ただ今回時間がいい感じなので、ちょっとお話聞いていきましょうか。ナビをセットする、すぐ近くにいらっしゃったと思うんですけども、話聞ける人に話を聞いていきましょう。お、あった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 、こんにちは。まったく、ボゴって商人はとんだ疫病神だぜ。リザは一体どうする気なんだろうな。リザはいつも問題を一人で抱えすぎるからや、どうにも心配だ。俺たちにできることが何かないか、ミザイと話してみるかな。確かに私もどうすれば助けになるのか考えてみる。やっぱ慕われてるんだね、リザさんね。まあ、あれだね、厳しいけどいい人って感じだもんね、ほんとね。よし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 。お、ニュース受信とかなんかいろいろあるけど、お、写真を投稿してみよう。なんかいろいろあるんだな。オンラインプレイはお得がいっぱい、ほうほう。お、次この人、ヨガヨナラの話。あー、やれ困ったもんじゃ、後から面倒事が降りかかってくるからの。ヨガヨならば、リザ様はこんな苦労などせずに済んだのにの。ヨガヨなら何のことだろう。ん、ちょっと違和感ありそうやな。あともう一人いたね、話聞ける人。こっちかな。お、リザと合成酒、酒だと。よいしょ、ちょ、サイドミッションもやりたいよな。どうしようかな、メインストーリー大事だからな。よし、いい話聞いてみよう。いざ悩み事があると一人で進酒しがちだから心配なのよね。それも安い合成酒なんて体に毒なだけなのに。確かに安い合成酒って変なものがいっぱい混ざってそう。ちょ、体壊さないかな。ちょ、心配になってきたぞ、ディーザーさんね、ストレスでお酒に逃げるタイプなのか、リザさんはね。なるほどね。あ、ちょっとサイドミッション話だけ聞いてみましょう。夢見る天使人形。お、ララアンデ、バンジー、お前はいいね、白い羽があって。私には何もないよ、特別なものなんかない。弱虫で役立たずで、あ、そうそう、シシーだね、シシーの話か。シシー、人形相手に独り言を言ってる。
シシ、何してるの？お仕事？あ、ピザからアヒル小屋の掃除をするように言われて。手伝おうか。大丈夫、一人でやらなくちゃ、私の仕事だから。そっか、そりゃそうだね。んで、シシ、扉が開けっぱなし。あ、ほら、一羽逃げた。あ、アヒルちゃんが。待って、逃げちゃダメ。あ、あれ、アヒルって空飛ぶっけ。あ、アヒル捕獲。やべえ、ドナちゃん、ドナちゃんダメでしょ、そのバカ。危ないでしょ。あ、ドナちゃんどんどん落ちてく。やべえやべえやべえ。ちょ、どこよ。ドナちゃん、ドナちゃん、よし、捕まえた。危ない。あー、よかったよかった。残りのアヒルも全部逃げちゃったの？キツンが飛び降りて、は、私びっくりして、その間にアヒル逃げ。それに、アヒルが天使のお人形を加えていっちゃった。で、天使のお人形大事にしてたのに。ああ、もう分かったから。アヒルも全部捕まえるし、お人形も探してくる。ここで待ってて。ああ、やっちまったな。アヒルの捕獲。逃げたアヒルは全部で6羽。集落の中をくまなく探してみよう。鳴き声が聞こえたらよく周辺を探しましょう。きっと近くにいるはずです。アヒルは接触することで捕獲することができますってあるんですけど。わあ、やべえ。じゃあ今回ここで終わりにしようかな。今なんか聞こえた？ちょ、1羽いるか、近くに。あ、いた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 。こんな感じでいるのか。なるほどね。じゃあ次回ちょっとアヒル捕獲やるか。めっちゃカットすると思うけど。めっちゃカットすると思うけど、アヒル捕獲やろうかな。まあ、やっちゃったしな。どうせならちょっと半分ぐらいは捕まえておきたいところだよな。ちょっと、ま、この辺にはいないかな。いないか。ちょ、6羽でしょ。ちょっと3羽捕まえるわ今から。で、さっき1羽ゲットしたから、あと2羽だね。アヒルの鳴き声聞こえないな。空から見たら分かるとかそういうのでもないか。いた。はい、ゲット。いた。さあ、あと1匹半分捕まえよう。うん、アヒルの鳴き声がしたような、この辺。あ、いた。よし、ゲット。よし、ということで半分捕まえたので、じゃあ次回ね、4話以上は、次回のパートでゲットしに行こうかなと思っております。はい。よし、じゃあ、やばいな、ちょっとサイドミッションよりもやっぱりメインストーリー進めていくか。でもサイドミッションも気になるところではあるんだけどね。まあ、次回はアヒル捕獲の続きやった後にメインストーリー進めていこうと思います。お、ちょっと待って。え、アヒルの鳴き声がしたような？上にいそうだな。あ、いた。オッケー。よいしょ。よし、じゃあ皆様、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。あと2羽だね。あと2羽捕まえれば良さげなので、ちょっと楽になりました。はい、ではまた次回お願いします。